口楓です。よろしくお願いします。楓様、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。私はすごい高級ブランドに見るのが好きで、楓様も結構好き。あ、そう、なんかバレてますね、そういうのがねということで、その話をちょっとしてたら、ライバーさんにこれとかって似合いそうですよねっていう話になって、じゃあちょっとおすすめしてみると言って、こういう感じになったんですのよね。そうなんですよね。まあライバーさんもね、ちゃんと生活できるほどには二次三次でね、お金をもらってますからということで、今回私たちが選んだブランドはグッチでございます。はい、いや、お世話になっておりますね、いつもね。グッチ様もう大好きでございます。グッチ様、グッチ様、このグッチをね、いきなり特に前説明もせず、チャットに呼びつけて、送りつけて、買ってくれるのか、下手したら炎上大丈夫でしょ。大丈夫かしら。きっと、まあ、買って、くれますわよね。私たちが頑張って選んだのなら、絶対、ね、進めたら、買ってくれるよそれでは行ってみましょう。朝日のあかりさん、行きたいと思いますわ。はい、お願いします。それでは送ってまいりましょう。貼りますよ。貼りますよ。ぽい。ちなみに私が選んだのはモヘアニットボロトップですね。オンライン限定の。これかわいいやつね。すごいかわいいので、多分おしゃれに着こなしていただけるんじゃないかしらと思っておりますわ。私が選んだのはコットンのポロトップなんですけど、タイプ似てますね。アディダスコラボですね、どっちも。確かに。あ、待って、かわいいってきてる、かわいいってきてる。お、これはもしかして来たか。私も欲しいえ、どういうこと。私たちがこれ買っていただけますかっていきなりお願いしてると思われてますか。盗賊すぎるでしょ。だとしたらあかねさんに、あ、そうそうそう、おすすめを選んできました。こちら買っていただけますか。でも、あかねさんってすごいおしゃれなイメージですから。あ、めちゃくちゃおしゃれですね。結構選ぶの緊張しましたわね。でも、可愛いって言っただけでちょっとホッとしましたね。あ、そうです、これ可愛い。別のやないかい別物来た別物送ってきます。話そらしてすみませんお洋服の話したい子や単純に負けてるもうどんどんまだ書いてる、まだ書いてますわよ、楓様あこー、あかね様ー、どれにしますか。負けた私たち負けましたこんなにグイグイ来るタイプだとは思ってなかったな。ねね、圧を感じる圧は感じてるんですのね。今度グッチ買いに行きましょう。おそろっちってやつで検証結果負ける。はい、負けました。おそろい帰ってきます。高宮リオン様。リオンちゃんね、これでしょ。あー、確かになんか、あ、似合いそうだけど、なんかお鼻でキラキラってした感じの。はい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 、はい、私はじゃあゴールドで。リオンちゃんといえばゴールドなイメージがあるので、やっぱりね、おぐしがすごく素敵なゴールドですから、うん、価格的にもまあお嬢様だし、29万円まあ いけるんじゃないかなと思って。本物のお嬢様ですからね、リオン様。あ、もう本当のね、お嬢だからだ。あ、いやいや、みんなちゃんとしたお嬢だけどね。はい何ですか楓様いつでも押します、はい、押しました。ちょっと一回見ますか、反応。まあ、あ、書いてらっしゃいます、書いてらっしゃいます。かわいい、かわいいさあ、お嬢様はどういう反応するか気になります。私、本物のお嬢様がどんな反応なさるのか。いや、これはお嬢様悩んでるのか。ちゃんと悩まれてらっしゃいます、もしかして。多分両方言ってくれるんじゃないかなと思いますけどね。お、お嬢様書いてる。お嬢様来ましたわ。え、すごいドキドキする。いやー、何書いてるの。なに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 、どうします。めちゃくちゃ長いレビュー返ってきた書きながら寝てるかだな。ライン無法すぎるでしょ。めちゃくちゃ悩んで、あ、あ、
なんだろうね、リオンちゃんからしたね。ソリグチ。はい。どっちもダメということで、蝶はガということでよろしくお願いいたします。そうですね、はい。すごい可愛いんですけどね。広げてるからダメなのかな。まあお嬢様といえどね、やっぱ育ちも違えば価値観も違いますからね。続きまして、月のミト様。ミトちゃんね、こういうの買ってくださるんですか。だいぶ渋ると思います。でも私結構リアルに選んできました。わー、やっぱりこう値段的にも、ね、うん、買いやすいですし、アイディアとかをこうメモしやすいわけじゃないですか。あー、いいですね、はい、これ私はですね、こちらの椅子の方をね意外となんかこういうところに月の水戸のマネキンを座らせたりだとか、あー、そういう風な感じで実用的送りました。早っ。早すぎる。早い。やばっ。あれ買ってくれない、もしかして。え、なんか言ってる。やべ、ダメだし。確かに。お互い本気で選びましたから。でも月の水戸なら買ってくれるはず。アイブランドにこういうのもあるんだ。え、買ってもらえるんですかしらね、これ。ガチ買い、ガチ買いの可能性。ガチ買い来ましたよこれ。やばい。いや、あれ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 、話通じにくいな。理由聞きたいよね。でもどうしてメモノートになったか。ああまあ、冷静ですわ。そこはまあ否めませんわね。ワンチャンありますわよ、楓様。ワンチャンあるかな、これ。お願いいたしますわ。王者の風格。買っていただけませんでしたわね。と悲しいですわね、メモ。最終確認ね、一瞬。会議できるのこれ。ねえ、仲がよろしいから。いやいや、理由がちゃんとしてたら、納得できたら。なるほどね。健康だ。動画にできません。動画にできなくなります。じゃあもうそろそろネタバラシですかね、これは。そうですよね。薄々感づいてはいただろうけどね。まあね。あれ、交渉したら買ってくれた。ワンチャンあったんですの。どうやっても無理でしたわ。続きまして、花畑チャイカさん。チャイチャイは派手なん好きでしょ、多分。私が選んだチャイカ様はこちらですわ。あー、なるほど。派手な感じがこう、チャイカ様も派手な顔立ちなので、はい、負けずに似合うのではないかと思いましたわ。確かに、耳も可愛いからな。でしょでしょでしょ。私が選んだのはね、はい、いやー、確かに素敵。ちょっと首元が開いてるので、チャイチャイって。確かに、これ入れたら可愛いんじゃないかなと思って選んでみました。いや、でもこう、あのライオンもいいですね、似合ってますね。色も緑ですし、グリーンですごく素敵。うんうん。でもチャイチャイと結構オフで会った時とか話すんですけど、服とか靴とか結構ご自身は気にされてるようで。そうなんですよね。まあ、そうだ、普段はあのメイド服ですもんね。なんですの。なんですの。じゃあ定型文いきますか。先にこれやってみていいですか。あ、あ、いいですね。ちょっと圧をかけつつ。答えはいいえ。いや、まだ粘るよ、楓様。私たち負けませんわよ。
なつまらない回答で終わらせないわ。ブラウザ閉じてそうなんがチャイカなんだよな。確かにもう見てなさそう。死にましたか？これは舌を噛みちぎったかもしれないですね。舌を噛みちぎってしまったのかしら。パソコンの前で舌を噛みちぎって死んでる。チャイカさんを想像してしまってちょっと今フフフと。もう一度送ってみますね。あ、あ、正直ですね。結果高いからダメということでネタバレしますか。はい、早かったですわね、チャイカ様。チャイチャイガードが固いね。うちは悪くない。ちょっと怖い。これ攻略失敗バッドコミュニケーションですわ。いかがですか。もしもし。もしもし。すいませんでした、本当に。本当申し訳ありませんでした。